はい、えー、ローマ法王が来ましたね。はい、えー、長崎、広島で平和訴えということでですね。はい、これ産経新聞ですけども。はい、その平和を訴えていただけるのは結構なんですけどもね。 えー、なんか中国にはすごい配慮してるのに日本にはあまり配慮しませんねこの人ね、えー、だって日本の平和はさアメリカの核の傘の中にあるわけですからね、えー、それをさこんなもん聞かないとかね言うのは勝手だけど外で言えよって日本まあまあ広島長崎あるからねそこで言いたいんだろうなでも中国にはすごいなんか気使ってるよねまあちょっとね まあ別にね、あの、日本人はさ、あの、キリスト教徒少ないからね、不、え、況、ー、に来たのかしら。あ、あの、先進国でね、日本ほどね、キリスト教率の低い国ないんだよね。ええー。ほら見てよ、フィリピンとか韓国とかさ、もう3割、4割、5割でしょ韓国なんか4割だっけ半分近いんだよね。ねなんか韓国にソウル行った時にさ、街中にさ、薬局があってさ、 なんだこの人たちそんなに薬局多くてどうすんのかなと思ってあれ教会だったんだよねこういう,こう,いうやつ、え。ー で、フィリピンなんかほとんどほら、あのね、ほら、もともと、えー、スペインの植民地で、アメリカの植民地になっても、ほとんどみんなね、えー、キリスト教徒でしょえタイも多いんだよね。とにかくですね、あの、裕福になってくると、どんどんキリスト教の率が高まっていくっていう傾向があるんですよ。でもね、日本は先進国の中で唯一1%未満なんだよね。なんでこんな入らないのかなと思うんですけどもね。まあ、多分これね、あの、歴史ですよ。 日本で仏教すごい多いじゃないですか元は神道なのに仏教多いじゃないですかそれはもう聖徳太子が仏教交流の見事のりをね出したからですよ天皇自ら出家してね仏にぬかついちゃうわけだからじゃあみんな拝もうってなったわけですよあの時にねもしキリスト教交流,交流の見事のりが出ていたら今みんな日本人ね,、あのー、ねキリスト教徒だったと思うんですよね神仏集合ってそっちのね心身集合になってましたわ心身 <laughs> 集合ね <laughs> そうそうだからやっぱそう歴史があるんだよねそうそうまあなんでこんな入らないのかなと思いますけどもだから唯一絶対とか言い始めちゃうとちょっとね矢をよろずですからねこちらはね。 えー、だからまあその辺の考え方を緩やかにね、えー、してくれる教団とかだとね、えー、なんか日本で流行るのかもしれませんですけどもまあちょっと不思議とね、えー、日本はキリスト教、まあ、その代わりもうほとんど全員みんなクリスマスはお祝いしますけどね、えー、意味も分からずね、まあ、ちょっと読んでいきましょう「ロ,ローマ教皇核は国を守らない」いや分かるけどさ日本は核に守られてんだからさ 言葉を選んでくれよって感じですよねはいやります ローマ教皇フランシスコは24日被爆地の長崎・広島を訪れた長崎市の爆心地公園では核兵器は国家の安全保障への脅威から守ってくれるものではないと心に刻んでほしいと世界の指導者に発信し核なき世界の実現を訴えた教皇の被爆地、えー、訪問はヨハネ・パウロ2世以来38年ぶり 教皇は2013年の就任以来、折に触れて被爆地の長崎と広島に言及。戦争や核兵器の危険性に警鐘を鳴らし、核廃絶を世界に訴えてきた。爆心地公園では同日朝、激しい雨の降る中、教皇は被爆者から花輪を受け取り、74年前に上空で原爆が投下された場所の記念碑に献花。約2分間目を閉じて犠牲者に祈りを捧げ、参列者を黙祷した。 演説では長崎を核兵器が壊滅的な結末をもたらすことの承認である街だと表現世界にはびこる、えー、軍拡競争を貴重な資源の無駄遣いだと批判した世界では相互不信が拡大しつつあるとし数え切れない人々が核兵器から解放された平和な世界を熱望している核兵器の脅威に一致団結し あらゆる国の指導者が力を注ぎ込むべきだと呼びかけた教皇は夜には広島市の平和記念公園で被爆者や信者らを前に平和のための集いを行い戦争のための原子力利用を批判原爆と核,核実験あらゆる紛争のすべての犠牲者の名によって声を合わせて叫びましょう戦争はもういらないと呼びかけた長崎と広島の訪問を終えた教皇は24日夜羽田空港に到着した はい、抑止力も違法だということで踏み込んであるここもちょっとですね、えー、読んでいきましょう <laughs> ローマ教皇フランシスコは24日長崎市で発表したメッセージで核兵器禁止条約に言及し核兵器廃絶を訴えたバチカンが核抑止力を初めて違法と見なしたもので歴代教皇の方針から大きく踏み込んだ 教皇は国際的な平和と安定は相互破壊への不安や破壊の脅威を土台としたどんな企てとも相入れないと発言カトリック教会は核兵器禁止条約を含め核軍拡と核不拡散に関する主要な国際的な法的原則に基づいて行動すると述べたうーんそうですねだから前,回の前教皇ベネディクトはですねベ,ベネディクト16世は核抑止依存を批判するにとどまったらしいんですよねえところが 核兵器禁止条約を持ち出して核廃絶を訴えたということで核抑止力を含めて違法と見なしたということで、まあ、踏み込んだ発言をしたというふうに評価されているわけなんですまあ誰か返したけど言うのはね誰でも言えるんだよね、うん、じゃあこのバチカンがね核廃絶に向けて具体的に何をしてくれるんでしょうかはい というかね核兵器の恐ろしさを誰よりも知ってるのは日本人なんですよ実際に2つ食らってますからねえー、えー、まずね何て言うのかな何でアメリカに対する批判をしないんだろうねこれ絶対 <laughs> 核なくそうって言って 核,に核の抑止も違法だとか言われてじゃあ日本は核費の抑止でもって核の傘でもって今平和が70年以上も保たれてきてんだけどさそれ真っ向から否定しちゃう、うん、いやまずさ核に回られてる日本を批判する前にそこの長崎、広島に核を落としたアメリカをまず批判してみようよ。 <laughs> おかしいじゃんそれ <laughs>、えー、誰がここに核兵器落としたのと、えー、いくらな日本がどうのどうこうの言ったってねここにね核兵器落とすのはねこんなもん国際法違反だから始めてほしいよねえー、で日本も日本だよと落とされておきながらねそのアメリカの核のか傘で守られててどうなのって一緒に言うんだったらまだ、うん、うんうんって聞くけどさアメリカについて触れずにいきなり日本が核によ、ま、って守られてんのを日本で批判して。 でそれ何の意味があんのさ <laughs> まずね、そこにね、悲劇だ、悲劇だってのは誰が落としたんだって話ですよ。一言も触れないんだから。ええー。おかしいっしょ。ええー。落とした人、だなんか日本が悪いことしたから落とされて当然みたいなニュアンスじゃんそれって。それは口にしなかったけどもね。悲劇だ、悲劇だって言うけどさ。誰だよ、落としたの。 ねえ。だから核を使用することをまず、だから、ね、核によって守られてることを批判する前に、核を使用したことに対して批判しなきゃダメよ。順序が間違ってるよそ。その上でね、この悲劇を繰り返してはいかんと。いかなる状況でもね、ほら民間人をね、無差別に大量にぶっ殺すわけだから。こんなものはね、どんな大義名分がある戦争だって絶対許されないと。だいたいアメリカは使ったけどね、反省せいと。 もうね、核保有国ね、使うわと <laughs> そこからじゃん何で守られてる日本がディスられなきゃいけないのよ <laughs> 何しに来たんだよそんなさ悲劇が悲劇だって言うけど知ってるよ日本人がその痛みを一番よく分かってるよ、ね、言われなくたって分かってるからなこんなことはねっ 核をなくしたいってどこの国の誰よりも日本人はね、願ってるよ。使われたんだから、浴びたんだから。分かってますよ、そんなものは。だからなんかね、ちょっとパフォーマンスっぽいんだよな、この人。うん。だからほら、お気に入りの中国に行くにあたってさ、中国の批判を封じちゃったりするわけじゃんそれってなんかさ、違うよね。 政治家ならそれでいいけど、宗教指導者でしょええ、ね。やっぱその香港で行われてる悲劇、ね、それからチベット、ね、ウイグルで行われてるとんでもない人権侵害。これについて触れないでおいてさ、なんで核に守られてる日本がディスられるのよ。バランスがもうおかしいっしょ <laughs> おかしいんだよね。 だかからね、なんかその、やっぱ宗教指導者というのはこの政治的なものを超越してね、正しいことを言ってくれる人じゃないとさ、なんかね、ありがたみも薄れちゃうわけよだって世界13億人だっけキリスト教のね、カソリックのトップに立ってるわけでしょあの荘厳なバチカンから来たわけじゃない歴史的な意味合いもあるしね、今、この人がね、この教皇をやってることの意味合いもあるわけじゃないですか。 それをね、一政治家みたいなことをされちゃうとキリスト教そのものがバチカンそのものがですねなんかチーポに見えてきちゃうのよね、うん、そうそうダライ・ラマはその点さあのすごいいいこと悪いことをやっぱり宗教者としてちゃんと言い分けようとしてるよね言い分けられているかどうかはちょっと時々微妙なことあるけれどもまあでもそういう気概を感じますよ、うん でせっかく三十何年ぶりに日本に来て日本リスってどうすんのよ日本の事情を理解しようとしないのかなだって隣に中国みたいなヤバい国があってさアメリカの核の傘なんかなければとっくの塔に尖閣どころか沖縄から、ね、九州まで持ってかれてますよええ隣だからどんな周辺のねヤバい連中の核から アメリカの核が守ってくれてるかっていうことをさなんで見ようとしないのかないや日本にするのもいいけどさ順序が違うだろうねうーんまあアメリカが持っている核と中国が持っている核ねやっぱアメリカはそうだなまあ独りよがりなとこもあるけども一応正義をさ 語ろうとしてるじゃんねところが中国ってまず正義を自らかなぐり捨ててるような国だからねだからアメリカが持ってる核と中国が持ってる核って同じ核でもやっぱ違うんだよねで日本は中国の核に怯えてるわけですよマジでやばいんだあの国は、えー、だからあので逆に中国はあのリズメで物を考えて損得勘定で最後はね物事を決める国だからやばいなと思ったら核は打たないんですよ だからアメリカの核の傘っていうのは中国にに対してて確実に効いてるんだよねじゃあねアメリカのじゃ日米安保を変えてね日本アメリカの核の傘から抜け出したらじゃあバチカンはなんかしてくれるの中国のね核の脅威からさ逃れるためになんかバチカンは日本にしてくれるわけ何ができるのバチカンは。 ええ、それもないのにさ核に守られてるって批判してなんか意味あんのええ売ったやつを批判しろよ持ってるやつを批判しろよ何で日本が批判されんのよあ祈ります <laughs> いやーうちらさ天皇陛下が祈ってくださってるからそれ以上ないのよ申し訳ないけどいや祈ってくれるのは嬉しいけどさ 一応足りてるのよ、そこは。<laughs> そうそう。足りてんのよ、そこは。<laughs> いや、でも祈ってくれるだけ嬉しいよ。<laughs> でもそこ足りてるんだよな。